はい、こんにちは。今回はですね、リコール、車のリコールについてね、ちょっとお話をしようかなと思います。で、まあ車の、まあ、リコールって聞くとやっぱりなんかマイナスなイメージを持つ方が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ車関係の仕事をしてたりとか、まあ車が好きとか、まあ車の構造が詳しい人とかだったら、まあそこまでマイナスのイメージを持ってる方は少ないと思うんですけど、まあ一般の方はね、やっぱりマイナスのイメージを持ってる方が多いと思います。まあこれは20年ぐらい前ですかね。もう20年前に、まあ、三菱自動車が、リコール隠しっていうことをやったんですよね。まあこれは本当大問題で、で、それからね、やっぱりリコールって聞くと、まあ、欠陥品とか、まあ、欠陥車とかなんか、そういうイメージをね、持たれるようになったんですけど、基本的にリコールって、回収っていう意味になるので、まあ、品質的に、良くなかった場合は、その部品をね、対策した部品を交換するとか、まあ今の車だったらまあコンピューターの制御もあるんで、まあコンピューターのプログラムの書き換えとかもまあそのリコールの項目に入る場合は多くなってきたんですけど、まあ最近もね、まあダイハツがまあ燃料ポンプとか、まあパワステのまあギアボックスとか、まあそこら辺のとこのリコールでもう100万台以上ぐらい対象台数があって、なんかわすごい多いなみたいな形だったり、まあ日産もなんか最近ありましたね。日産のまあキャラバン NV350 とかも、ね、リコールとか出てますけど、対象台数が多いとすごくなんかみんな不安になるかと思うんですけど、対象台数と実際に報告が上がっている、まあその部品の不具合が起きて同じような症状が出てる報告っていうのが、まあ全国のディーラーからね、まあ寄せられて、まあメーカーで調査してってなるんですけど、パーセントで言うとそんなね、すごい数ではないんですよね。本当 1% にも満たない 0.0 何パーセントとかの確率にはなるんですけど、まあダイハツの確かそうでしたね。100万台ぐらい、まあ OEM 車入れて100万台ぐらい対象あって、まあ報告あるのが多分600台ぐらいだったんで、まあ 0.0 何パーセントとか、まあそのくらいの確率なんですけど、まあ言いたいのは、まあ車ってやっぱりね、小さな部品から大きな部品まで、もう一個一個もう何万点っていう部品を組み合わせて作るので、やっぱり部品とか、まあコンピューターの制御とか、まあいろいろね、まあ私たちでは計り知れない能力を持った人たちが製造して作ってる車になるので、まあいろんなね、走行テストであったりとか、数値の測定とかして、ね、まあその中でこうコストを抑えながら、で、市場に出してるわけなんで、その、不具合が起きてる可能性が、もう 0.0 何パーセントの確率の部品を、と限りなくゼロに近づけるために、もっと耐久性のいい部品、まあこれぐらいの耐久性あれば大丈夫だろうという部品でも、いや、もっと限りなく 0% に近づけるためにもっとコストをかけたりとか、まあエンジンルームであれば、まあ熱に耐えれる、まあ素材を使ってるけど、さらにもうありえないほどの温度でも耐えれる素材にするためにそこにコストを使うとか、そういった形で一個一個、コストをかければかけるほど、今市場に出てる、まあ、200万円の車があったら、それが400万円ぐらいになるって言われたら多分誰も買わないんですよね。ね、なるべくコストを抑えて市場に出してて、その中でも、まあ、やっぱり市場に出してみて、めっちゃ暑いとこだったり、めっちゃ寒いところだったり、あとはもう、1日5分ぐらいしか乗らないけど毎日乗る、もう極端に短時間でちょこ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 乗る人がいたり、極端に距離を乗る人だったり、まあいろんなパターンがあるので、走行テストの中ではやっぱり拾えなかった部分とかもねあって、あ、こういう条件の時は不具合出る可能性があるとか、そういう時にやっぱりメーカーもね、その調査して、部品の対策の部品を作ったり、まあコンピューターで言ったらプログラムをね、また作り直したりとかね、
あるので。で、まあ、私もね、まあ、ディーラーで働いてた時に、やっぱりそのリコールっていうのが、ね、発表されてお客さんに案内したりとか、する時もやっぱね、欠陥車じゃないのとか、まあ、欠陥品じゃんとか、まあ、そんな感じで言う人もいましたし、まあ、欠陥とは言わないですけど、まあそういうニュアンスでね、すごい言われる時もあったりとか、そうなっちゃうと、まあやっぱりリコールっていう言葉のイメージがあんまり良くないんで、やっぱりそういう反感があったりとか、ね、またみたいな、まあたまにあるぞ。ハガキが行く中でエンジンのリコールってなるんですけど、まあ素人目で見るとやっぱりエンジンって言ったら、まあ、なんか大きくエンジンの部分のリコールって形になるんですけど、まあエンジンって言ってもいろんな部品もあるし、いろんなコンピューターの制御も入ってるので、まあ、一概に、まあ大きな括りで言うとエンジンかもしれないですけど、いや、前回は部品を変えるリコールだったんですけど、今回はこのエンジンはエンジンでもそのコンピューターの制御するプログラムの書き換えのリコールなんで、ね、同じ箇所じゃないんですけどっては思うんですけど、同じ、またエンジンってきたら、またってなれば、やっぱり、ね、こう、みたいな感じでね、言われる時あるんですけど、イメージがね、三菱のあの、リコールタクシーの問題だったりとかすることによって、すごいイメージが悪くなりましたけど、基本的にリコールって本当は回収作業になるので、まあ、品質向上だと思ってほしいんですよね。で、プログラムの書き換えとかのリコールもあるんですけど、これはだって iPhone とかでも Android のですね、スマホでもあるじゃないですか。アップデートとか、ソフトウェア更新とか。もうそう思ってもらうとすごい助かるんですよね。まあ、連絡がね、まあ、ディーラーからね、あった時に、ちょっとリコールのね、案内で電話しましたっていう形で言われたら、まあ、できれば、こう、あ、ちょうどよかった。なんか空気圧をね、見てほしかったんだよね、とか。あ、ちょうどよかった。車洗車してほしかったんだよね、とか。なんかそんな感じで言ってくれると、あの、電話した方のディーラー側も、あ、もちろんそのさせてくださいとかね。で、お互いね、あ、よかった、よかった、ちょうどよかった、ぐらいの感じで言ってくれると、まあ、お互い気持ちいいですよね。まあ、ディーラーのね、ディーラー働いてる人間も、すいませんね、迷惑かけます、みたいな形でね、やっぱり、そういう姿勢でいくんで、もうできればね、こうお互いね、こう気持ちよくね、対応できるようにね、ほんと空気圧見てほしかったんだよね、とかね、言ってくると、あ、めっちゃいい人な、この人、って思うんですよ、働いてると。ね、そうすると、いいかなと思いますね。今皆さんが乗れてる車が、もしリコールの対象になって、リコールのハガキだったり案内が来て、あのね、ディーラーの営業さんとかから電話あった時には、あ、ちょうどよかったみたいな感じでね、空気圧見てとか、洗車して欲しかったとか、そんな感じで対応してくると、もう本当いい関係になると思うんで、ね、あの、リコールって本当悪いことではないので、いいことだと思っていただければと思います。はい、ということでね、今回あの、リコールについてお話をしましたけど、ちょっとね、7月がちょっとバタバタしてて、あとは、この撮影してる部屋があるんですけど、エアコンがなくて、で、やっとつけて、それでやっとね、撮影ができるようになったんですけど、撮影しててもエアコンないともう汗ダラダラになって、もう撮影どころじゃなかったんで、やっとエアコンもついたんで、これからもうちょっと頻度をね、あの動画の投稿の頻度を上げていきますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、ね、コメントも書いてもらえればと思います。皆さんありがとうございました。バイバイ。